時点があったらまだマシやで、うんうん、でも5時で一番細い人は 26.8 でも身長ないやろ、なる、まあ、でも今度もあんまりもう 見ただけの元気ね、 1m60 背高いな、なあ、もう今ほんまになんか僕のフラフラフラで揺れるねこれな、肉食ってないから、うん、でもそれってもう食べても食べてもあかんのな、食べられへんね、食べられへん、今はどのいいとゲリとの繰り返しやってるからな、それはな、そんな腸のとこまでこんなとこ押さえつけられてたら腸動かへんの、それがな、うん、物入れたらすぐね、あのもうプップップ出てくるな、あのサインが出んねん、はいはいはい、なんでかな、分からへん、それはちょっと分からへん、お医者さんも分からへん、ほんとそう、下痢症状になるね、うん、もうそれから下痢になるね、うん、で、入れたもん、都合でな、もうその異変が出るね、うん、半時間ぐらいで、うん、まあまあ、それはあれしたら、あの一回、あの何腸を上げてみて、全体的に上げてみて、内臓を上げてみて、それで見たらいいじゃん、ね、とりあえず一回先に寝転んでよ、はい、上向きに、はい、ね、いつまでも眼鏡かけとくと構えへん、構えへんよ、かけとき、いやいや、もうかけとったらいい、今はかけとき、で上向きに、こっちは頭で、上向きに寝転んで、ここ頭で、タオルかけるからね、はい、背高いな、背高いのもあれやな、そしたらね、命調べてみるかな、胃をね、こうやって上からグーッと押していったら、打ってくるね、普通の痛みじゃないね、打ってくるような痛みが、だいたい普通はここ溝落ちあるでしょうかね、でここはおへそでしょう、ここね、そしたらおへそと溝落ちのちょうど中間のとこ、ここに胃がなかったの、わかります、ここちょうどこの部分、一番下のとこ痛い、痛いだけ、痛いだけ、打っとけ、そしたらお母さんが言うてるようにこの辺かな、あ、これや、これ打ってきてたよ、ちょっと打ってくれ、ここや、そんなに放射のとこやで、ほとんどここに出るわ、これこれこれ、こっからダラーっと下下がってんの、あるのはここにあるわ、一応何センチのとこにあるか、今度7センチ5ミリぐらい下がってる、だいぶ下がってる、何が胃が、うん、そのくらいかいな、うん、でも、もうこれはこっからやから、こっからやから、こっから7センチ5ミリとこの辺まで下がってるってことや、だいたい、私な、ヘリさんの心は私に、それはね、座り込んだと思う、 上の方が長いね、胃の位置がもともとこうなってるやつが、ここがダラーッと伸びてこうなってて、それまたダラーッと伸びてこうなって、ダラーッと伸びてこうなって、だからこうなってるが、こっちの方がダラッとしたのがそこの方があんねん、まあ一回上げてみよう、それ頑張ってね、もう上げてくれたらもうほんとだ、私の前代さん上げるわ、上がって、上がってどうするの、前代さん渡さなあかんのと、エロくなってそんなこと言うの、もう欲しいないわ、これだけ苦しんでんから、そんなに苦しんどったん、そう、これが私の一生な、うん、何の楽しみもなしで、うん、ほんまやな、これで一個上がってないもんな、な、医者がそんなの一回戦のことは全然ないよ、アイテムしてへんやろ、一回戦だから病気ちゃうから大丈夫って言われるやろ、一回戦言うたってそんなのほんまに耳もかったみたい、そうや、傾きない、そうや、お母さん、ちょっと大きめに呼吸して、はい、吐いて、よしよし、そのままでゆっくりでいいから大きめに呼吸しとって、お腹膨らましても我慢で、はいはい、お腹がね、おへその奥の方で引っ張られてるような感じする、大丈夫、全部の内臓上がるから、
心臓も肺も横隔膜も全てあげるで、ちゃんとした一味な。膵臓も脾臓も胆のうも腎臓も肝臓も卵巣も子宮も大腸も小腸も膀胱も全ての臓器をちゃんと上げていきますからね。そうそうそう。お腹膨らまなくなってきた。どう？引っ張られてるような感じ。へそが。分からへん。分からん。うん、分からんでも分からへん。大丈夫や。はい、あと3回で全部の臓器をちゃんと上げてしまいます。呼吸3回で上がる。はい、あと2回で大丈夫でございます。はい、あと1回で全ての臓器がちゃんとした位置に上がって安定。はい、OK。 はい、戻しましょう。さて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 、おへそやな。おへそと御堂筋があるからちょうど中間ここな。はい、ここ押さえた時にどんな感じ。ほら、ドキドキしてる。分かる。これいいやろ。痛い。痛いけど、この痛さがちょっとうーっとくるような痛さやろ。ね。他のとこ押さえるね。痛いけど。どう？違うでしょ。痛さも全然違うでしょ。ほら。こっち触るね。どう？違うでしょ。ここ押さえるわ。子宮のところあたり。違うでしょ。ね、ここ。ここ下がり、ほらほら、ここはここいいな。この位置、このこのあれ、これこれ分かる。これ痛いの。痛いやろ。分かる。痛さが全然ちゃうやろ。他のとこと他のとこと違うっていうことはどういうこと。他のとこといいわ。特別な痛さで感じる。うってくるような痛さ。うってくるような。いいんやから痛い。違う違う、いいんじゃから、じゃないね。あなたもうぺっちゃんこやから、こうやったらもうすぐ下に背骨があるね。で、背骨がこうあって、そこへ胃袋が別だしって言ったら、そこへグッと押さえるから痛い、余計痛い感じに。でも今もうここにあるの。だからもう食べたらすぐ分かる。いつもやったら下の方膨らむでしょ。ポコンって この辺が膨らむでしょ。でもこっちが膨らむ。うん、なんでって言うと、そんな説明したらすっごい時間があるわ。もう十何年前からあげてる。10年、もうほとんど11年ぐらい。だからもういろんな人をあげてるよ。この間は29キロの人あげた、体重。お母さんより少なかった。いい。なんでそんな人が世界で知らせてくれへんの。なあ、でも知らせてくれへんって言うても、誰ももう報道してくれへん、それ。言うてくれはったらええのに。バイクをしてると言ってんのにな。話になったらもう新聞書きまくるで。書いてくださいよ。よし、一回お母さん、お腹触ってみる。え？お腹触ってみる自分で。ここはいいですか、ここはいいですかって聞いて、いいのとこがあったら特別の痛みみたいなの反応してくれるから。他とは全然違う。